はようございます。今日はですね、私が、ずっと岩国のケーブルテレビアイキャンさんでやらせていただいていた番組風と気ままにの最終回の収録ということで、八ヶ峰総合公園 B プラスさんで風の通り道というイベントをやらせていただきますので、それの今リハーサル待ち、B プラスさんに、全面協力していただきまして、一日楽しんでいけたらと思いますので、今日はその様子を撮っていきたいと思います。3月10日八ヶ峰総合公園 B プラスさんにてイベントを開催させていただいたので、その様子をご紹介していきます。今日はよろしくお願いします。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 よろしくお願いします。お願いします。晴れたね。晴れたね。こんな日は来ないんじゃないかと思ったけど、来たね。来たね。ちょっと感慨深さが、そうですよね。5年間やった。やばいね。あれなんか今見たらやっぱやばかった。なんとなく芋あ、ゆうこさんが、あ、俺もちょっと思ってね、芋っぽいなんかね、ちょっと芋になってる思ったよね。そう、でもなんかそっからだんだんとね、不思議となんか垢抜けてくるんですよ。垢抜けてきた抜けるあれをね、見てるのがすごい面白い面白い。空も真っ青、スタッフもみんなやる気満々でございます。今日も爽やかですね。爽やかですね、今日も。そうなんですよ。これ以上出せないんですよ。すごいね。隠しきれない爽やかさが。そうなんですよ。隠せるつもりはないですけどね。全面に出していきます。もちろんもちろん。今日はいろいろありがとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。気を使ってもらえたらありがたい。いろんな世代の人が、いや本当それなんですよ。楽しめますね、きっとね。さあ、今日この放送を見て、はい、こんないい歌手がいるんだ、こんないい場所がいるんだ、最高じゃない、原田さんみたいな。だってあっちにはもう子供が遊べる、もうすでに遊んでますもんね。おかしいでしょ早くね。時に起きてここに来て、はい、お願いします。ありがとうございます。あ、エロモさん、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。晴れてよかったね。晴れてよかったですね。もう結構私の周りも行くねみたいな感じの人とかいたんで、そう、まあまあまあ、よろしくお願いします。BGM を、選んできたんですよ。ゆうこさんが、ワンマンやるなら、はい、っていう架空の21曲、はい、結構ずっしりですね。嘘、そので、私はここからストレッチをしたり、歌うためにね、体をちょっと慣らしていく感じですかね。え、これ次も、え、本当に穴開いてる？穴開いてる。穴開いてないと帰らない。いける。なんかライブの前とかになると不思議とすごいアクティブに乗った。まあ、丸いとこですけどね。どうやら気が済んだみたいです。現在9時半です。いい天気。この日は2ステージ、まあ、オープニングアートとオンステージということであったので、何歌おうかなとか考えながらいろいろと準備をしております。楽しみですね。ゆうこさんです。ゆうこちゃんの、そうです、携帯、はい、YouTube に載せる。あれポルトガルもそれ、あ、ポルトガルはデジカメを借りてって。そうなんですよ。イエーイ、じゅんじさんです。えらいお久しぶりで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今日は最初と最後を見守っていただいて、ね、最初1年やったからね。そうですね、締めくくりもよろしくお願いします。働いてくださいよ。あ、いけちゃんです。どうも。あれですか、 YouTube ですか。です。あ、見てますよ。あ、ありがとうございます。新年の挨拶がいます。あ、です、裏方でございます。この日はロケーションも良かったし、天気も良かったので、リハーサルからすごく気持ちが良かったですね。朝一でこうやって
やるリハーサルってなかなか声出なかったりするんですけど、でもすごく気持ちが良くて私は好きですね。実はこの後にトラブルがちょっとあるんですけれども、そんなことが起こるとはもう本当に思わなくて気持ちよく歌ってますね。そのトラブルとはまさかの電池切れ。この日に限って替えの電池持ってなかった。イベントの最近爆前ということで、はい、滝川君ちょっと一言掛け声をいただいていいですか。お客さんめっちゃ集まってるので、お客さん楽しませよう。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。持ち入る。やったぜ。あ、お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。なんと今日は司会もするという感じでイベントスタートしていきまして、トークライブもあったのでそのオープニングをしましたね。それでは風の通り道スタート。いいオープニングありがとうございました。このあと20分と30分2回ステージやらせていただいたんですけれども、その様子が撮れてなかったので、今日はちょっと残念ということなんですが、皆さん温かく見てくれてありがとうございます。今日の MVP ヤマシンありがとうございました。そう、このヤマシンがね、電池を買いにいろんなところに行ってくれたんですよ。本当にありがとう。ヤマシンがいなかったらギターの音本当に出てなかったから、マジ神。お疲れ様でした。番組は最後ですけど、こういう縁はずっと続けていきましょう、はい、これからまた楽しいことを皆さんとできたらと思うので、はい、とりあえず今日はゆうこさんもありがとうございました。本当にありがとうございました。一本締めしますか。お、はい、よーっ、はい、じゃあ、荷物運ぼう。よし、シフォンケーキ食べよう。人それぞれやる。ありがとうございます。すいません。さっきちょっと最後にありがとうございました。いや、よかったですね。ホッとした。マジでホッとした。なんかできるのかこれみたいな。うんうんうん、だって、視聴者数取ってるわけじゃないから、番組は。確かに、まあね。どんぐらいの人がついてこれるかなとか、うん、だったけど、なんか全然逆に、イベント目当てじゃないお子さんとかが来て、うんうんうん、なんかその人たちが見てくれてみたいな、なんかこれでいいなっていう、新たななんかまたものが、うん、そうそうそう、なんか自然な感じがしてよかったし、めっちゃライブに、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ひとまずお疲れ様でした。2回目お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。矢野くんありがとうございました。こちらこそです。はい、番組ね、無事最終回を迎えまして、うん、裏側撮ってたんですけど、お、はい、そうだったんですね。そうなんです。えのくんさ、最初は私みんなを紹介してったのよ、紹介動画撮ったのよ、はいはい、えのくん撮ってなかったわ。今気づいた。すみません、榎本正弘です。昭和歌謡界の若きプリンス榎本正弘です。はい、そうです。お、なんか今、なんか今通ったよ、一発が通っていった。またコラボしましょうね。しましょう、うん、楽しかった。新番組の歌謡曲番組なので、榎野くんまたこれ出番が呼ばれるに違いないと僕は思ってる、準備だと僕は勝手に思ってるんですけど、そういうこともあるかもしれないですね。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと待って、何愉快な仲間たちでお送りしました。またね。風と気ままには約5年間皆さんの応援のおかげで続けてくることができました。最後にこうやって皆さんとお会いすることができてすごい嬉しかったです。本当にありがとうございました。また4月から新しい番組 Anytime Music という番組がすでに始まっております。岩国ケーブルテレビ、アイキャンさんをはじめ山口県内のケーブルテレビでご覧になることができるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。また皆さんに会えるのを楽しみにしています。じゃあ今日はこんな感じで、See you next time! 原田裕子でした。バイバイ!